さあでは次に街角防災訓練車の体験をしてみたいと思います。本日ご一緒いただきますのは小石川消防署の寺澤さんです。こんにちは、小石川消防署隊員の寺澤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは街角防災訓練車について教えていただきたいと思います。はい、街角防災訓練車はどこでもいつでも誰でもキャッチフレーズにした消火体験できる車で、消火器やスタンドパイプによる放水体験が行えます。こういう訓練車があることで誰でも身近に放水訓練ができるということですね。そうですね、公園や商業施設、イベント会場などで活躍しています。さまざまな場所で活躍しているということですね。では私も早速やってみたいと思います。はい、ではまずこちらのホースを持っていただいて、あちらの的に放水します。少しずつ水を出しますので安心してください。ただしホースに水が流れますと反動力といって少し後ろに引かれる感覚がありますので、しっかりホースを持っていてください。それでは放水始め。はい、では開けていきます。すごい水が一気に出ました。思ったよりはあんまり重くないので、これなら私でも扱えそうですね。慌てて消火しますと、はい、炎に水をかけてしまうことがあります。はい、慌てず燃えてるものに向かって水をかけてください。わかりました。つい炎にもかけてしまいそうなんですが、建物に向かってかけるということですね。はい、それでは放水やめ。止めます。日頃からこういった訓練をしておけば、万が一の火災の際にも落ち着いて消火活動が行えますね。はい、